そのまま逮捕。そのまま逮捕。なんか退場する。退場するわけ。退場すまない。この中で見てくれ。裁判所前、紙幣ご通行中の皆さん、どうもお疲れ様です。私たちは、全国で学生時代やっています、天下紅です。本日、仲間が前にいる黄色いビラ、ぜひ受け取って読んでいただきたいというふうに思います。3ヶ月以上前、東洋大学で学内で私たちの全学連のビラを配布していた仲間が3ヶ月以上経ったこの11月、不当にも警視庁公安部、公安警察によって不当に逮捕されるということが今起きています。私たちはこのビラ巻き、大学校内のビラ巻きに対するこの弾圧、本当に深刻なものだというふうに捉えています。今、安倍政権が会見をやって戦争をやろうとしている、そういう中で、今、大学の中でもまた政治運動、自由なビラ巻き、表現活動、こういうものが抑圧されて、ましてや活動家なんかが大学内に入ろうものなら、まあ、今回2名の仲間がそうなわけですけれども、建造物侵入ということで非常に逮捕される、でこういうことが起こっているわけです。私たちはこうした物質があるからこそむしろ萎縮するんじゃなくて、むしろ大きな声を上げて、この不当な弾圧、そして戦争反対の声、もっともっと大きく上げていかなきゃいけない、そういうふうに考えて、今回、この東京地方裁判所の前で、ビラ巻きを行っています。ぜひとも、ビラを受け取って、今回の不当な弾圧に対して、注目をよろしくお願いします。考えてみれば、この戦争という問題、やはり戦前もそうだった、1930年代、この辺りで一気に大学の中で反動が強まる、学生が反戦運動を始めようものなら、あるいは教授が国家の行う戦争に反発しようものなら、徹底して弾圧され、処分されてきた、大学校内でのビラ巻きなんて、政府批判なんて、持てるほか、こういう時代が今、私たちの生きている、この2018年、今、再び訪れようとしているということだと、私は思っています。だからこそ、この時代の教訓から言えば、やっぱりこの戦争が差し迫る時代だからこそ、皆さん、大きな声を上げて、共に声を上げて向かわなきゃいけない、そういうふうに考えています。敵の側は明確に萎縮を狙っています。大学校内でのビラ巻き、確かにこの10年、20年の間、大学校内での政治運動、皆さんが思っている以上に、大学っていうのは政治からどん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 切り離されていきました。その最後の仕上げとして、大学校内での政治ビラ配布禁止、大学が所有権を、大学の空間を、所有権を主張して、すべてを管理していく、すべてを自分たちの意のままに管理する、その中で自分たちの意にそぐわないものはすべて排除する、大学内にあった自主的なもの、自由と言われた空間は、もう今の大学にはほとんどなくなっています。その象徴は、まあ、皆さんも様々な媒体でご存知だと思います。京都大学の手看板だとか、あるいは、まあ、古くからある資料が潰される、こういう、ニュースなんかも耳にしたと思います。こういう形で今大学というのは一気に学内にある自由な空間というものが破壊されています。この破壊に対して一体じゃあどうやって戦うのか。そもそも大学という空間は最初から自由だったわけではありません。戦前だってそうだし、まあ、そして戦中だってそうです。一気に体制抑散会ができて、そして大学もまた学徒出陣という形で戦争に全面協力させられていく、そうした
強烈な戦争への反省、その反動として大きな大学の中で反乱が起こって、今私たちの先輩方が勝ち取ったいわゆる自由な大学キャンパス、こういうものがあったわけですけれども、これが再び脅かされようとしている今この時、私たちが行うべきことはただ一つ、大学、全国大学を束ね上げてもう一度大きな運動を作り上げること、これしかないんじゃないでしょうか。大学でのビラ撒きに対するこの弾圧はまさに国内の反戦運動、安倍政権に対して声を上げている、あるいは戦争に対して声を上げている全ての人々に対する攻撃だというふうに思います。大学というのは次の社会を担っていく人々を育成する空間です。であるからこそ大学という空間はとても次の社会を担うにあたって、それこそ学問の自由という観点から言っても、単純に政府の言いなりにならないと、国家に追従しないということがあったわけですけれども、こういうのをやっぱ大学から今の生きている人たちの感覚からビラ撒きだとか、あるいは政治を当たり前に語る、こういうことを奪っていく、こういうことが今行われているわけです。やっぱり私たちはだからこそ、その向こうの側が、政府の側が、敵の側が当たり前にしようとしているビラ撒きもできない、政治討論もできない、そうしたキャンパスじゃなくて、これ改めて若者が、青年が、学生が国家や社会を語り合って、そして次の未来を自分たち自身で切り開いていく、そのための討論の空間として、あるいは実践の場として大学キャンパスを捉えていく、こういう文化をもう一度復権するためには、やっぱりこのビラ撒き弾圧をはじめとした全国大学で広がっている自治破壊、あるいは学生の主体性を破壊していくような攻撃、こういうものに反撃していく大きな団結体を作っていくことが非常に大事だというふうに思っています。東京地方裁判所前ご通行中の皆さん、ぜひともビラを受け取るだけでなく、多くの支援の方よろしくお願いします。2名の仲間、京都大学の佐久部洋平君、そして法政大学の内海雄一君、この2人は今もまだこの裁判所の裁判官の決定、警察の要請によって不当に拘留が続けられています。一日でも早く彼らの奪還のため、多くのご支援の方よろしくお願いします。今私たちの目の前で起きているんです。もう10日以上も2人の身柄
イギリスなんてほとんど関係ない、建造物侵入なんて本当に関係のないことばかり統括として行われているということです。私は大学の中で戦争反対のビラをまいた学生が逮捕され10日間も拘留されている、この事実をとってみても今回の弾圧が思想的な弾圧、政治的な弾圧であるということが明らかだと思います。私は一日も早い2人の釈放を訴えて声を上げています。そして私は今のこの弾圧に対して裁判所が、司法が手を貸しているということを徹底的に断罪したいと思います。刑事第14部の多田雄一裁判官は今回の弾圧に対して公安警察や公共地検の言いなりになって拘留決定やあるいは家宅捜索の許可する判決をしています。裁判所が今回の弾圧を認めている、裁判所が手を貸すことによってこの逮捕がまかり通っている、こんな弾圧がまかり通っているんだということ、私は本当に裁判所はこれでいいのかと恥を知れと言いたいと思います。大学で戦争反対のビラをまいた学生が手錠をかけられ逮捕拘留されています。皆さん、大学の中でビラをまくことが犯罪扱いされる、手錠をかけられ警察署に10日間も拘留されるようなことが今起こっている、この目と鼻の先にある警視庁、この中にある公安警察、警視庁公安部がその弾圧を行っています。2人の仲間を直ちに取り戻すために私は公安警察、そして東京地検、さらにこの裁判所がこの弾圧に手を貸している、三者一体でこの弾圧が行われているということを絶対に許すわけにはいきません。そしてさらに現在2人の仲間は10日間不当に逮捕拘留されています。大学の中でビラをまいたこと、しかも3ヶ月前のことをもって現在逮捕拘留されています。そしてさらに東京地検警察庁はさらに10日間拘留を延長しようと狙っています。絶対に許すことができません。皆さん、大学の中で戦争反対のビラをまいた学生が逮捕拘留され23日間も拘留が狙われている、